こんにちは、ブラゲです。今回のドンスターブトゥゲザーの解説内容は料理の話です。料理の考え方とかですね、あとまあ序盤のおすすめ料理などについて説明をしたいと思います。そもそもですね、料理ってどうやって内容が決まっているのかとか、素材の種類がどういうものなのかっていう説明をした後に、後半ではおすすめの料理をざざっと紹介していきたいと思います。チャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローなどぜひぜひお待ちしていますので、よろしくお願いします。まずはじめに料理の基本についてです。料理はですね、クロックポット、調理鍋を使って作ります。これは切石3個と木炭6個と枝6個から作られるものです。序盤ですと切石と木炭を3個と6個集めるの結構大変なんですけど、豚小屋を見つけて壊したりですね、あとまあ木炭はそこら辺を燃やしたりして早めに集めて拠点に早く作っておきたい一つです。やっぱりですね、食材をそのまま食べるよりも料理にして食べた方が非常に回復効果が上がることが多いので、なるべく早く作ることをお勧めします。またやはり冷蔵庫にね、食材を保管すること多いので、冷蔵庫の近くに置くことをお勧めします。で、料理はですね、必ず4つの素材を入れて作らなければいけません。必ず4つ入れます。で、素材の種類もしくはポイントと呼ばれるものによって料理内容が決まっていきます。もちろんですね、特定のある素材を使わないと作れない料理みたいなものも多いんですけども、例えば肉と魚、野菜をこんぐらい混ぜるとできるみたいなですね、非常に簡単に作れるものも多いので、まあ、そういったところはポイントが関係していくので、まあ、きちんと理解しておくとですね、欲しいものが作れるようになっていきます。で、料理をする食材の種類というものがあります。食材の種類としては肉とか魚介類、野菜、果物、卵、乳製品、かさ増し、あとその他特定食材という形でここでは分けさせてもらいました。分類の仕方ね、結構曖昧な位置にあるものもあるかなと思うので、もしかしたら少し正確じゃないかもしれないんですけれども、おおむねこんぐらいな感じでイメージで持っておくといいかなというふうに思います。まあ、肉はですね、やはり普通のお肉とか、あとモンスターミートとか、あとカエルの足とかですね、まあ、ここら辺が序盤では非常に使うことが多いかなというふうに思います。魚は淡水魚や海水魚があります。スタックできるもの、冷蔵庫に保管できないものとかもあるので、まあ、そこいったところもですね、非常に重要になってきます。なんでちょっと魚はですね、扱いが難しかったところもあるかなというふうに思います。野菜はですね、畑を使ってできる、例えばトマトとかジャガイモとかもそうですし、序盤からたくさん手に入る人参もそうですし、あとキノコもそれに該当するというのが重要です。果物も同様に、畑でできるものとか、あとベリーとかもこれに該当します。卵はですね、鳥かごで捕まえた鳥から手に入る卵、あとトールバードの卵などもここに関係してきます。乳製品はあんまり序盤だと関係ないかなという感じがありますけれども、ミルクとかがあります。あと、いわゆるかさ増しと呼ばれるもので、枝と、あと、氷があります。まあ、この2つ同じ効果ではないんですけども、氷が必要なものであったり、枝が必要なものであったり、何でもいい時にとりあえずこれを入れておけばいいといったものもあります。あと、その他特定食材ってちょっと僕ここで書かせていただいてるんですけども、まあ、どこかに該当するというよりも、まあ、これを入れることによって、できる料理っていうのが比較的多いよというものをちょっとこの辺に該当させています。ちょっともしかしたら1から7のどこかにはまるかもしれないので、もし該当する場合はですね、コメントなどで教えていただけると嬉しいです。で、食材のポイントなんですけども、これは1か 0.5 です。で、よく言われるのが、野菜はほとんど、トマトとかジャガイモとかはほとんど1なんですけれども、キノコ、これが 0.5 であるということが非常に重要です。あと、お肉も、この1のところの肉の一番左に書いてある大きい肉は1ポイントなんですけれども、左から3つ目にあるみたいなものとか、カエルの足っていうのは 0.5 ポイントというふうにちょっと少なくなってる、まあ、大きさがちっちゃいから 0.5 みたいなイメージですね。なので、まあ、こういったポイントが合計いくらか、まあ、あと必要な食材があるかによって内容が決まってきます。ではですね、料理ってどうやって何ができるかが決まっているかについて説明したいと思います。ここではベーコンエッグを例にしています。ベーコンエッグは肉 1.5、 卵2、そして野菜が NG という条件があります。なので今、出ていたみたいに卵2つと、肉 1.5 入ってますね。
で、これ果物にベリーにしてしまうと中身が変わってミートボールになってしまっています。まあ、こんな感じでですね、卵1個では1ポイント、卵類1ポイントになるので、2つ入れることで2ポイントになって、きちんとベーコンエッグになる。肉も 1.5 以上なので、小さい肉2つにすると1ポイントになってしまって、ミートボールに変わってしまいます。でモンスターミートでも、もちろんこれは1ポイントなので 1.5 ポイントになります。ですけど、モンスターミートは2個以上入れると、モンスターラザニアという風なマイナス効果ができるものに変わってしまうので注意です。でまたですね、トールバードの卵は実は4のポイントを持っているので、まあ、こいつ1個だけで卵2という条件を満たしているので、肉 1.5 を満たしているということで、残り1個は例えばこれは果物とか入れても何入れても OK になります。なので、まあ、これは普通の卵とトールバードの持っているポイント量が違うということの例になっています。まあ、こんな形でですね、ポイントによって何ができるかというのが大体決まっていると思っていただければ結構です。なので、なんとなくで作ってると、まあ、大体この辺の、特定の食材がいらないようなものになっていくことが多いかなというふうなイメージがあります。もう一つ、スパイシーチリを例に挙げておきたいと思います。スパイシーチリは肉 1.5、野菜 1.5 でできます。今、肉が 1.5 入っていて、野菜が2つとも普通の野菜なので1なので2ポイントでクリアしていると。まあ、これはどの野菜に変えても同じですね。でまたキノコに変えたとしても片方が1でキノコが 0.5 なので 1.5 になっていて、まあ、きちんとスパイシーチリの条件を満たしている。だけども両方キノコに変えてしまうと 0.5 が2つで1になってしまって野菜 1.5 を満たしていないので、これは肉が 0.5 以上入っているというミートボールに変わってしまっているということになります。まあ、こんな感じでですね、ポイントによってできるものが変わるといういい例になっていると思います。なので特にキノコを野菜としてカウントするので、まあ、キノコを適当に入れてると思ったものができないっていうのはよくありがちな話なんですけども、まあ、それは実はこういうところに原因があるということがわかります。またもちろんですね、肉に 1.5 の方も肉を1にしてしまうとこれは満たしていないのでミートボールに変わってしまうということがわかります。では次に特定の素材が必要な場合です。これはポイントだけではなくて特定のあるものが入ってなければいけないというパターンです。例えば序盤ですとカエルバーガー、カエルの足が必要なものなどがよく出てくると思います。これはカエルの足と野菜 0.5、 また NG な食材以外のものが入っていれば OK ですよというパターンです。なので野菜 0.5 なので、別に普通の野菜じゃなくてもキノコでも OK ということになります。ですが、こうやって卵が入っていると他のものに変わってしまう。これ NG 食材ですので、他のものに変わってしまう。まあ、要するに卵とか蜂蜜とかマンドラゴラが入っていると、他の料理が優先的に上に来てしまうというようなイメージですね。ですので、卵とか蜂蜜とかを入れると変わってしまう。まあ、特に蜂蜜とかはですね、結構ハニーホニャホニャみたいなものによく変わりやすいなっていうような印象があります。なので、蜂蜜入れちゃうと、まあ、大体ある意味でも、それに勝手になっちゃうみたいなイメージがありますね。でもう一つが、ベジタブルスティンガーです。これは必須食材としてはトマトと氷があります。で他野菜が 1.5 以上入れるというような形です。野菜 1.5 なので、動画がいても1つでは 1.5 入らないので実質4ついっぺんになっちゃうかなという形です。ですが例えばこれオニオンが入ってますけども、オニオンとトマトの場合はサルサが優先的に上に来るのでベジタブルスティンガーではなくなってしまったりします。ジャガイモだったらそのままベジタブルスティンガーになりますね。でキャロットでもなります。で 1.5 以上なので別にここはキノコでも OK です。片方はキノコでも OK です。ですが両方キノコにしてしまうと1になってしまうので条件を満たさなくて他のものに変わってしまう。まあ、こんな形で必須食材がある場合もポイントと両方で考えていくことになります。で個人的な序盤のおすすめ料理なんですけど、まあ、これはいろんなところでおそらくいろいろ出ているものなので、まあ、いろんなサイトだったりね解説とかを見ていただけるといいと思うんですけども、やはり体力と回復するというところと空腹を回復するというところが非常に重要です。やっぱりミートボールがね一番よく作るものになるかなと思います。
空腹は 62.5 も回復しますんで、まあ、これはいざという時にババッと作ってします。肉と、枝以外のもので、作成することができます。なので、例えばベリーを3つ入れる、香料を3つ入れるみたいな運用が比較的多いんじゃないかなと思います。でも実際はですね、肉の量とか他の食材によってミートシチューになったりハニーハムになったりします。で、体力の回復という意味だとトレイルミックスとピエロギがやはり有名どころかなと思います。ピエロギの方はですね効果が大きいんですけども、まあ、トレイルミックスはワーチナッツの実があればできるので、卵がなかなか手に入らない序盤であっても結構作れるかなというふうなイメージがあります。ピエロギはですね肉と卵が必須です。で、卵はですねどうやって手に入れるかというと、やはり鳥を捕まえて鳥にお肉をたくさんあげてどん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 卵を産ませるというのが一番いいかなというふうに思います。ピエロギはですね、うっかり枝を入れるとケバブになってしまいます。ケバブは体力回復が3しかない食材なので、誤って入れないようにしましょう。まあ、こういったところのね、何の食材が必要かっていうのはいろいろ試してみるとですね、自分なりのいい食材のペアが見つかるかなというふうに思います。で、他にはですね、フィッシュスティック。まあ、これはほぼピエロギと同じ性能ですけども、魚を使ってる場合っていうのはこっちでも十分問題ないです。まあ、細かい腐敗時間とかの差があったりする場合もあるので、これは自分のプレイスタイルと合わせていただければいいかなと思います。あと、ミートシチューですね。これ肉が3ポイント必要なんですけども、実はミートボールってお肉入れた後に他のもの、果物とかなんか野菜とか入れなきゃいけないんで、実はその辺の副菜みたいなものがたくさん使わなきゃいけないから、結構それが足りなくなるケースっていうのも少なくないんですけれども、ミートシチューは肉だけあればとりあえずいけるので、まあ、これも結構おすすめになってます。空腹回復が150もあるので、まあ、これいざという時にね、遠征時に持っていると、まあ、これだけで空腹がしのげるような形になってます。あとバターマフィンですね、これは腸を捕まえることで作れるものです。腸はね意外に飛んでるので腸を、網でバッて捕まえてあげるとこれをゲットすることができます。これも結構僕はおすすめですね。野菜は落ちてるキャロットとかでいいので、結構序盤僕は お世話になることも多いような食材です。今回は料理の基本的なところの考え方についてと、それとおすすめ料理について説明をしました。実際おすすめ料理はですねまだまだたくさんあって、人によってはこれを使うよこれを使うよみたいなものもたくさんあると思うので、もしそういうのがあったらね、ぜひコメントとかで教えていただけると嬉しいと思います。またですね、いろいろな料理に関しては、ちょっとショート動画とかでですね、簡単にまとめているメリットとかをまとめているようなものも出しているので、ぜひともそちらもご覧ください。今後もですね、Don't Starve Together に関する解説動画を上げていこうと思いますので、チャンネル登録や高評価、あと Twitter のフォローなど、ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあ、油揚げでした。バイバイ。